I am Kristen Philippines and welcome to my channel. みなさん、こんにちは。私のチャンネルにようこそ。私はフィリピンのクリスです。So for today's reaction video, I am watching pro-Japanese country Palau. And this video is from this channel. It was suggested by this viewer. Thank you so much for your suggestion. では早速、始めましょう。Beautiful. Japan has 30 years of occupation of Palau. The electric power plant, the roads, and the factories built. Japan has contributed to the modernization of Palau. After that, the Japanese occupation came. What they did was to destroy the power plant and tear the roads apart.まるで日本の存在をすべて消すための作業に見えた。実際、日本は侵略国で悪い国だと教えられ、首都コロールと本島を結ぶ橋も米国の発注で韓国企業が建設した。1977年に韓国の建設会社であるソシオにより、コロール島とバベルダオブ島を結ぶコンクリート製の橋が建設された。この KB 橋は建設業者選定入札においてソシオが鹿島建設の半額の入札価格を提示し落札した。ソシオは1994年に崩壊した韓国のソンスオー橋にも関わっている。KB 橋は設計上は風速67メートルの暴風や激震に耐えられるとされていたが、建設当初から手抜き工事の疑惑が指摘されており、住民は避難路を確保するため車の窓を開けて再徐行するなどの自衛策をとっていた。建設直後の橋の中央部がへこみ始め、20日もしないうちに4フィートも陥没した。各国の会社により、補修・補強作業が何度も行われたが、1990年にパラオ政府は230万ドルをかけた補強工事を選択した。しかし、1996年、9月26日午後5時35分ごろ、轟音とともに突如中央部から真っ二つに折れて崩落し、2名が死亡、4名が負傷した。橋はコロール島からパラオ国際空港へと向かう唯一の道路であり、またバベルダオブ島からコロールへ供給されていた電気、水道、電話などのライフラインが通っていたため、首都機能が麻痺し、国を中村大統領は国家非常事態宣言を発令した。暗黒の9月事件とも呼ばれている。September. Black September.各国は KB 橋崩落を受け支援を開始した。日本国政府も飲料水の緊急輸送や仮設橋の設置などの支援を行った。パラオ政府が財政的な理由から自国の資金による建設を断念したため、1997年に日本の政府開発援助による橋の再建を決定し、鹿島建設によって橋が再建された。正式名称は日本パラオ友好の橋であり、設計上の耐久年数は50年である。旧橋と同じ位置に建設されたが、旧橋のコンクリートが低品質であったため、旧橋残存部の再利用はせずに、一から建て直すことになった。5年後の
2002年1月に橋は完成し、1月11日に開通式典が行われた。この新しい橋のたもとの記念碑には、日本パラオ友好の橋と刻まれ、友好の象徴として両国の国旗が描かれている。この橋と両国の国旗は、橋完成後の2012年1月にパラオ郵便局より発売された建設10周年を祝う記念切手にも描かれた。一方、崩落した KB 橋はハングルとアルファベットの碑文が刻まれていた記念碑のみが現在も残されているが、何者かによりコリアの文字が削られている。日本の ODA が決まった当時、パラオの人々は、また日本がやってくる、もう橋は落ちない、と大喜びだった。また日本がやってくる、と大喜びしたのはなぜなのか。パラオは1914年から1944年まで日本の支配下にあったため、60歳以上のパラオの人の多くは日本語ができる。日本に支配され、日本軍と連合国軍との間で激しい戦闘がこの地で行われたにもかかわらず、パラオは日本との友好関係を維持している。中村大統領は、規律と年長者への敬意等を重視する日本人の価値観はパラオ人の価値観と適合すると語った。なお、日本とパラオの心を結ぶ会の手になる英文小冊子、パラオと日本の友好よ永遠なれの中で、日本統治時代を知る現地人の次のような話が紹介されている。日本時代はオールグッドでした。日本の皆さんは我々と一緒に汗を流して働き、勤勉の徳を教えてくださいました。サトウキビや米の作り方を教えられ、生産することの喜びを知りました。スペインやドイツの植民地時代とは違って心が通じました。自然に日本人の生活態度を学び、子供たちは親孝行になり、治安が良くて泥棒がいませんでした。カトリック教会パラオ区の元管区長フェリックス・ヤオ神父はこんな話をしている。彼はお兄さんを戦争で亡くし、日本時代の教育を受けた親日パラオ人である。8月15日をアメリカの影響で解放記念日にしようとした若い政治家が、あの日にアメリカが侵略を始めたのではないかと日本時代の人々から糾弾され、その案が却下されたことがあったと。アメリカの影響は若者を働かなくさせる一方、使い捨て文化を定着させた。この小さな国で若者たちはこれからどうしていくのか。日本時代の懐かしさはセンチメンタリズムだけではない。確かに厳しい時でもあったが、自活しようとする力と無駄をしない精神があの時誰にもあったとフェリックス氏は言う。日本がこの国を立ち去った後、パラオの公用語は英語に変わり、しばらくの間はアメリカ人教師による目にも余る反日教育が行われていた。歴史の授業ではアメリカで作られた教科書が使われ、ごく一部ながら日本人によるパラオ人虐殺事件などが掲載された反日的歴史教科書もあった。ところがパラオの年長者がそんな話はないとにべもなく否定したため、この疑わしい史実はパラオには浸透しなかった。アメリカの統治が終わったのは1994年。パラオはついに独立し、新しい国家となった。
独立後、歴史を奪われたままでは真の独立国とは言えないという声がパラオ国民の間に上がり、1997年、パラオ初の国定パラオ史教科書が作られた。国定教科書では全462ページのうち36ページもが日本統治時代に当てられて、章には日本丸の旗のもとにというタイトルが付けられている。日本がパラオを統治するようになった経緯だけでなく、日本の行った学校教育、産業、経済活動などについても詳しく述べられている。学校教育については当時の日本式の教育方針がそのまま持ち込まれ、日本人は体罰で非常に厳格なしつけを行ったとしながらも、1年生ですら掛け算の九九を暗記することができたなど、教育水準の高さも語られている。当時の生徒は学年末、とりわけ権威のある年間賞をもらう儀式で認められたくて、とてもよく働き勉強したものだった。その儀式は特別で、村の人たち全員が出席し、子供が成し遂げた誇りを分かち合ったと。身分を問わず努力次第で公平に認められる社会を構築した成果についても書かれて、日本教育を経験した人の学校の厳しいしつけが人生に役立ったというコメントも載っている。産業に関する記述にも、日本統治の下でパラオの島々の経済発展は産業の強化をもたらしたと、農業、漁業、鉱山業の発展についても公平に評価がなされている。また1年間働くと7日間の一時帰休と永久就職の保障が与えられた。15歳以下の者は雇用されなかったと、現代でいう福利厚生、労働基準が定められていたことも記されている。日本統治時代について当然の評価をし、理由なき糾弾もなく、実に冷静な視点で事実のみが教えられているというのがパラオの国定教科書である。パラオがアメリカから独立した際に定められた国旗は、一般国民から公募した70数点の中で、青い太平洋に浮かぶ黄色い月が一番人気で、現在の国旗となった。2011年5月に下関で開かれた国際捕鯨委員会にパラオが初めて代表を送り、日本の数少ない味方になってくれた。50年間統治した米国より、この国は日本を選んだ。Wow, another interesting video about Japan and Palau friendship. Last time, I've reacted to an irrigation built in Taiwan by a Japanese man. And this time, a bridge built in Palau by Japan. It was a very good sign of friendship between countries. And as we all know, Palau is a pro-Japanese country. I've reacted to many Palau-Japan friendship. I think this is my third time. Well, anyway, another interesting story. Thank you guys for watching with me. I'll see you very soon.